今日は青汁王子について語るというですね。いやーでも青汁ってすごいよね、いろんな意味でね、はい、いろいろ面白い、もうなんか顔の造形とか気になってしょうがないもんね。いやー僕たまたまほら AKB のさやってた久保田さんって、はい、社長に僕の友達が脱税で捕まりそうなんだけどアドバイスしてくれるって言われてえっつってどんなやつなんすかって言ったら青汁王子だったんですよ。多分ラッキーだったんだと思うんだけど、うん、フルーツ青汁がヒットしてるのは本当らしいんだよ。だから脱税するぐらい金があったみたいな、うんうん、でなんかほらあいつは潰されたんだみたいなこと言ってるけど、うん、あれはね話を聞く限り非常に稚拙な典型的な脱税の手口です。なるほど。で国策捜査でも何でもないです申し訳ないけど、儲かってる会社は絶対税務署狙われるんで、みんな税法のことを全然知らないからあれなんだけど、日本で一番財務省管轄国税庁ってのはすごい役所なんで、脱税ってとにかく実質的に税金を逃れてるかどうかってところで見られるし、毎年税法ってちょっとずつアレンジされてるんですよ、改正されてるんで、そこはもう税理士でもキャッチアップするのが難しいぐらい大変な分野なんで、僕の周りいっぱいいるんだけどすぐ脱税しようとするから、僕は一回もやったことないんですよ、うん、本当に。脱税ってめちゃくちゃ厳しくなってるんで、本当青汁王子ラッキーでしたよ。あの額は本当に執行猶予がつくかどうかの本当に境目で、もまあ青汁とか別に会いたくねえしなと思ってたんですけど、明日逮捕されるという前日に堀江さんにどうしても会いたいみたいな話で、たまたま近くで飲んでたんでちょろっと寄ってあげたんですよ。でそしたらもう本当明日入っちゃうんで、まあ、バカ騒ぎをしてたわけですよ。彼が僕に何を聞きたいのかなと思ったら、堀江さん僕逮捕されてもテレビに出れますかねそれかい明日逮捕される人がテレビに出れますかねって聞く、普通アホかと思って心配して損したわと思って、なんかいろいろ親身になって、いや明日逮捕されたら寒いから座布団とか差し入れた方がいいですよとか、読みたい本とか持ってった方がいいですよとか、なんかいろんなこと言ってあげたのに、最後に出てきた言葉が逮捕されてもテレビ出れますかね出れるよって言っときまして、だって変なもんおかしいよ、あんなやついねえよ、あれもうプレーでしょ、いちいち失笑することをやるからさらに面白いよね。前澤君の真似してね1億何千万か配ってんでしょ、うん、そうですね。だから金はあんのよ、ないふりをしてるだけで金あんのよ、何十億ってあんのよ、持ってるよ。で幻冬舎の箕輪がさ、なんかいつも打ち合わせしてるホテルでさ、箕輪 見かけたわけ。箕輪何してんのっつったら、いやこれから青汁と会うんですよっつって、え何幻冬舎で本出すの、脱税王子って名前で本の企画やってたんだあいつ、脱税王子だよ、青汁から脱税みたいな、ほんとバカだなと思って言ってたら、いやでもいろいろあって幻冬舎では出せないんですよ、いろんなやばいことがあるらしく、脱税王子は幻冬舎では出せなくなったんで双葉社の元先輩に頼もうと思ってるんですよとかっつって王子が現れましたよ。その時ホストとかもやってんだよね。そうですね、うん、もうさ舐めてるとしか思えないよね世の中中身ないからあんまり、政治家向きだよ。お疲れ様です、はい。